ロシア海軍の艦艇が海海峡を通過です。海上自衛隊はきょう午前0時ごろ宗谷岬の南東およそ130キロの海域でロシア海軍の駆逐艦1隻や潜水艦3隻など合わせて6隻を確認しその後宗谷海峡を西へ通過したと発表しましたウクライナと呼応する形でロシアが極東地域で行っている大規模海上演習に参加していた艦艇とみられています